どうも岡田ガクトです。早速なんですけど、なんかちょっと太ってきまして、まあ増量中なんですけど、まあかれこれ増量期を100日ぐらいやってきたんですけど、まあ筋肉もついたかなっていう感じはするんですが、脂肪もそれなりについてきたかなっていう。で今体重が 79.3kg なんですね。でまあ僕マックス痩せてた時が 69kg ぐらいだったと記憶してるんですけど、でウエストが痩せた時73センチだったんですが、いや結構お腹に脂肪がついてきたんですよね。まあ、実際見ていただけると分かるんですけど、ちょっとカメラが低いか、こんな感じ。いや、 やっぱ腹筋ちょっと割れてる、まあ、ギリ凹凸見えるけどもだいぶ見えないですよね。お腹もなんか横から見たら出てるし、ちょっとメジャーで測ってみましょうか。83センチです約10センチぐらい、まあでも結構出てきたなって感じがします。なんか服もちょうど今去年の夏服というか半ズボンさっき履いたらきつっみたいなこれやべえなって思ったんで、ちょっとそろそろダイエット始めようかなと思います。ダイエットは今までなんか2週間でどれくらい痩せるとか2ヶ月でどれくらい痩せるみたいな感じに明確な期限を区切ってダイエットしてたんですけど、今回はまあ明確な期限を区切らずにだらだらとダイエットしていこうかなと思います。まあというのもその早くダイエット切り替えて増量したいっていうわけじゃない、最近別にもう筋肉これ以上増やしたなくていいかなと思ってるんで、だと旅行行きたいんですよね旅行行ったらなんかある程度食事ってまあ好きなもの食べたいじゃないですか。でその時にダイエットしてるからなんか好きなもの食べられないっていうのは嫌なので、まあダイエットしながら旅行もして好きなものもある程度食べながら痩せていこうかなと思っています。まあなのでいつまでやるっていうのは決まってないんですけど、とりあえずダイエットをスタートしようかなっていう感じですね。そのお知らせです。でまあダイエット始めたんで、まあダイエット関連の短めな、まあ8分以内ぐらいなら収まるかなの動画も上げつつ、でもワクチン打って時間も経ったんで、まあ、抗体もできているということで旅行の動画もそろそろ復活しようかなと思っております。といった感じでした。またよろしくお願いします。